んにちは、よいさきさん。今日もお邪魔しますね。うん、よろしく。はい、またお掃除から始めてもいいですか？あ、その前にこれ見てもらってもいいかな？お、大きな段ボールですね。おばあちゃんがもうすぐ誕生日だから美味しいものを作ってもらいなさいって食べ物をたくさん送ってきてくれて。そういえばもう来週でしたね、お誕生日。ぜひごちそうを作らせてください。送っていただいた食材はお野菜にお米に、あ、お菓子まで。何でも使って。私じゃお米を炊くくらいしかできないから。わかりました。お誕生日の日に食べたいものありますか？これだけの食材があれば何でも作れますよ。食べたいもの、ごめん、特に思いつかない。望月さんが作ってくれるものはみんな美味しいし、いつも通りで大丈夫だよ。そうですか。じゃあ私の方で良さそうなメニューを考えておきますね。うん、よろしく。ラフからのブラッシュアップ結構順調だな。あとは乾燥の調整をどうするか決めるだけだし、来週にはアップできるかも。あ、でもイラストと動画はどこまで進んでたっけ。25時にはまだ早いけど、エナとミズキに進捗を聞いておこうかな。ケイ、お疲れ。うん、お疲れ。よかった。今 K の誕生日について話してたんだけど、来週予定空いてる？え、あ、うん、特にないけど。やったー！なら来週は世界でパーティーしようよ。気持ちは嬉しいけど、それより今作ってる曲の完成を優先させたいな。じゃあ曲が完成したらパーティーするっていうのはどう？いつもやってる打ち上げの代わりでもいいから。それいいじゃん。ケイ、それでもダメかな？わかった。曲がアップできたら誕生日会やろうか。ありがとう、ケイ。誕生日に間に合うように気合い入れてイラスト描くね。よし、僕も頑張るぞ。ケイ、25時になるまでミュートするね。うん、また後で。あ、ごめん、ユキ。ユキに何も聞かないで決めちゃった。別にいいよ。Kの誕生日だし。もう少しで歌詞の遂行終わるから、後で送る。うん、お願い。私も自分の作業しようかな。どう？うん、問題ないよ。動画はこれで大丈夫。やったー！いつもより巻きで終わったね。でしょ？睡眠時間削ってめちゃくちゃ頑張ったんだから。まあ正直私もいけるか不安だったけど、なんとかなってよかった。ケイ、アップも誕生日に間に合いそう？うん、曲の調整はほとんど終わってるから、あとは動画と合わせるだけだし、そんなにかからないと思うよ。じゃあ誕生日会できそう？うん、よっぽどのことがない限り大丈夫だと思う。よかった。じゃあ今度はそっちの準備を進めないとね。だね。まずクラッカーでしょ？それからケーキと。
誕生日会そんなにやりたかったんだ。みんなお待たせ。かなで、いらっしゃい。ミクたちも来てくれてたんだね。うん。やっぱりみんなでお祝いした方が楽しいからね。ふふ。うん。誕生日会に来てってお願いするより、そっちの方が話聞いてくれると思って。ねえ。そうだね。まずはケーキなら箱からもう出してある。ありがとう、真冬。じゃあ早速お披露目です。じゃじゃーん、お誕生日ケーキだよ。あ、ショートケーキ、しかもホールド。なんとなく奏に似合いそうだったしね。それに誕生日といえばショートケーキってところあるし。これ一応ろうそくなんだ。本当は年の数だけケーキに立てるんだけど、ケーキが穴だらけになっちゃって食べるときに萎えるでしょ。だから代わりに数字の形のろうそくを使うの。へえ、こんなのがあるんだ。よかった。十何本もろうそく消そうと思ったら息切れしそうだし。さすがにそれはないと思うけど。とりあえず火をつけてっと。じゃあみんな、せーのでいくよ。せーの。じゃあみんな、せーのでいくよ。せーの。かなで、お誕生日おめでとう。お、ふふ。よかったわね。うん、ありがとう。みんな、なんだろう、なんだか。今の奏で、ろうそく消さないの？あ、うん。はい、ケーキ分けたよ。好きなのを持ってって。あ、え、ちゃんと均等に切ったってば。奏で、はい、奏でのはおめでとうの板チョコ付きだよ。うん、いただきます。おいしい。ケーキなんていつぶりだろう。なんだかすごく優しくてあったかい甘さだな。みんな、ケーキの味はどう？そこそこいいお店のやつを選んだんだけど。よくわからない。あんたはそうでしょうね。あら、それはあ、そういえば私も。かなで、ぼーっとしてどうしたの？お母さんにああやってクリームを取ってもらったことがあったなって
思い出してた。どんな風に。あ、お母さん、またお誕生日のスペシャルプレート作ってくれる？私ね、ハンバーグとスパゲッティとグラタンと、あとエビフライとプリンが食べたい。そうだ、誕生日には毎年お母さんがスペシャルプレートを作ってくれてた。スペシャルプレート？うん、私の好きなものばっかり載ってて、誕生日のたびにそれがすごく楽しみで。そう。なんで忘れちゃってたんだろう。昔はプレゼントやケーキと同じくらいスペシャルプレートがものすごく楽しみだったのに。よかった。うん、そうだね。でも、なんで思い出せたんだろう。みんながお祝いしてくれたから思い出せたのかな。八重崎さん、お仕事を始める前にいちかちゃんから預かったものをお渡ししておきますね。お、綺麗な花。あと、こっちの包みは？中身は CD だそうですよ。以前、最後の1枚を譲ってもらった CD があったと思うんですが、そのクリエイターさんの個人サークル時代の CD を見つけたって言ってました。え、すごい。私も探したことあるけど、全然見つけられなかったのに。ネットの掲示板で聞いたり、いろいろしたみたいですよ。そうなんだ。届けてくれてありがとう、望月さん。星野さんにもお礼を。あ、ううん、後で直接メッセージを送ってありがとうって伝えるね。はい、ぜひ。じゃあ今日のご飯なんですが。あ、それなんだけど、リクエストしてもいいかな？え？実は昔お母さんが作ってくれた誕生日のごちそうのことを思い出したんだ。だから一日過ぎちゃったけど、今日はそれを作ってもらいたいなって。はい、もちろんです。八重崎さんのお母様には及ばないかもしれないですが、腕によりをかけて作りますね。うん、お願い。それでどんなごちそうだったんですか？まず、よいさきさん、誕生日おめでとうございます。プレゼント直接は渡せなかったですが、喜んでもらえたみたいでよかったです。機会があったらまた一緒にご飯を食べたり、作ってる曲や好きなミクの曲の話とか聞かせてください。楽しみに待ってます。八重崎さん、お誕生日おめでとうございます。あのスペシャルプレートリクエストしてもらえてすごく嬉しかったです。ご飯だけじゃなくてデザートのリクエストも大丈夫ですよ。また食べたいものがあったらいつでも言ってくださいね。かなで、誕生日のお祝いさせてくれてありがとう。ああいう賑やかなの大丈夫かなって思ったけど、楽しんでもらえたみたいでよかったよ。そうそう、記念に写真も撮っておいたから、後でナイトコードに送るね。かなで、誕生日おめでとう。あんな風にみんなでお祝いできるなんて思ってなかったから、お祝いできてすごく嬉しかった。よかったら
またみんなでお祝いさせてね。あ、今度はチョコレートケーキなんてどう？すごく美味しいお店を知ってるから任せて。かなで、誕生日おめでとう。どんな言葉で呼べばいいのかわからないけど、かなでと一緒にいるとなんだか心が動く気がする。いつかあの約束を守ってくれるの待ってるから。誕生日たくさんお祝いしてくれてありがとう。お祝いしてもらったおかげかな、ずっと忘れてた家族との誕生日、少しだけ思い出せた。きっと一人だと思い出せなかった。みんなに感謝しないと。この思い出はもう忘れたくないな。大切にしよう。いつまでも覚えていられるように。今日は本当にありがとう。それじゃあ。